身長美容医師学科学生成形が専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の話した人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくんですけど、ズバリなんですけど、超大人気の身長先生式サプリ治療、まあ栄養補充療法とかそういった名前ですけども、それについて説明させてくださいということですね。まずはですね、今ですね、現在なんとですけど、身長先生式サプリ治療の新規の受付を中止しておりますということで、まあご存知の方も多いかと思うんですけど、現状としてはサプリメント治療だけを希望される方に関して言うと、治療はまだ今と予約受けてないっていう説明になっています。今の中では薬物治療ですね、まあ、神経を遅らせる薬とか成長ホルモンとか、そこまで考えている人だけ受診してくださいねっていうところを説明させていただいてます。これに関してはまあ2月に出版させていただいて、その後まあこうかなり予約件数がかなり増えてるっていうところで、まあ、そのちょっと予約制限をせざるを得なくなって、現状そういったところが続いています。ただしなんとですけど、7月の1日からですね、そのサプリメント療法ですね、そちらの方がまた新規受付がしっかりと再開されますので、ぜひ楽しみにしてください。まあ、そのお知らせですね。まあ、その中でちょっと改めてなんだけど、身長先生式サプリ治療って何なのって少し説明させてください。費用のことをまずお話ししたんだけど、費用に関して言うと、一番体重の重たい方は年間大体採血とかも全部込み込み年間40万円ぐらいかかります。なので一月3万円ちょっとぐらいはかかってくるかなという説明です。例えばね、これ体重によりますので、体重が例えば20キロのお子さんとかだと、まあ、超ざっくりなんですけど、今の値段の半分ぐらいだから年間で20万円ぐらいとか、大体そういったようなイメージでいただくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとは採血の項目とか見ながらこう少し量調節したりだとか、まあ、採血の頻度も人によって少し変わってきますので、まあ、ちょっと前後することあるかなと思うんだけど、まあ、概ねだけど、まあ、40キロ以上の人だったら大体年間で40万円ぐらいかなとか、20キロぐらいの子さんだとまあ年間で20万ぐらいかなとかのところで、まあ、大体そういうふうにご理解いただくといいかなというふうに思います。その身長先生式ってところなんだけど、何が身長先生式なのってところに関して言うと、その私のまあ、選んでるそういう製剤かつ、まあ、選んでる量っていうところがまあ重要なポイントというか、まあ、他のものと違うっていうところだと思います。で、選んでる根拠っていうところも、まあ、その他のものと違う、まあ、他のものっていうのはいわゆるなんか市販でなんとかなんとかみたいな、ちょっとここで言えないけどさ、そういういろんななんか本当に伸びるのか伸びないのか分かんないようなものっていっぱいあるじゃないですかね。で、それに対して私の方だと、こういった根拠があるから伸びるんですよっていうのを示しているっていうところが大きな違いだと思います。具体的にそれ全部論文ベースっていうところで、まあ、論文上実際にこういうふうにいいものがあるよねっていうところで、理由付けしていますので、まあ、そこが私の他のサプリメントと違う点かなっていうところ、そこをまずご了承ください。で、その中でじゃあサプリメントっていうのはどういった効果があるのっていうところ、そこを説明させてください。1950年から2020年まで約70年間で日本人の男性の平均値約10センチもの改善したんです。それは普通に考えるとサプリメントっていうところでいいと思うんですよね。そういった意味ですと、最大に10センチぐらい、ね、効果があるんじゃないかということも言えると思います。で、あと例えばなんですけど、まあ、スポーツの世界とかで見てもですね、まあ、今の時代サプリメント飲まないでプロスポーツ選手やってる選手ってほとんどいないんじゃないかっていう、まあ、それがサプリメントがすごく身近なものというか、最大限自分の能力を発揮するっていう意味だと、やっぱりそういった意味でやっぱ必要になってくるかなというふうに思います。で、そこはちょっとね、少し身長治療の概略だけ説明していきたいと思います。こちらですね、まあ、縦軸が伸び率、横軸が時間軸の、まあ、いつものというかな、グラフになっています。で、この、グラフにおいてです、この黒色の面積でもです、ここが最終身長になっていくので、この黒色の面積を最大化することが我々の目的になってきます。例えばですね、成長ホルモン治療なんかやったりするとですね、ぐっと伸び率が一時的に上がってです、まあ、赤い部分ですね、ここの部分が面積が大きくなる身長伸びましたねとかですね。一方ですけど、サプリメントも同様ですけども、まあ、上乗せされていくっていうところで、こうやんわりと山が大きくなってくるっていうのイメージ化になってくると思います。で、ここで違ってくるのが、成長ホルモン治療っていうのは上乗せするだけってことが基本的に目的なんですけど、サプリメントに関しては何か栄養が欠乏してしまうと、ここの部分えぐれちゃうわけですよね。マイナスになってしまうんです。そこを防ぐっていう効果もありますね。そこが成長ホルモンと一点違う点かなというふうにご理解ください。まあ、一方なんですけども、今回これ参考程度ですけども、思春期を遅らせるお薬に関してはね、横軸を伸ばしてあげる治療ということで、まあ、縦軸を改善するサプリメントや成長ホルモン治療と、横軸を改善する新規コントロール治療ということで、そこの辺違いもぜひこの機会にですね、ご理解いただければと思います。それですね、まあ、7月1日以降ですね、身長ドックまず受けていただくような形なんですけども、初心の方はまず身長ドックを受けていただいて、そこがね、サプリメント規模の人は最新受けていただいて治療が始まるというスケジュール化になってきますよね。まずは、ね、身長ドックの方ね、7月1日以降ですね、ご予約どんどんいただいて受けていただくといいと思います。特にですけど、最初は特別価格ということで、身長ドックもかなり、ね、安い値段でありますので、まあ、安く受けたい人は、ね、最初の方にご予約いただくんじゃないかなというふうに思います。それではまた。